明るい白を基調とした18畳ものリビング。おしゃれな照明の下には今人気のアイランドキッチンが備えられています。札幌市北区屯田に建てられた2階建ての住宅です。駐車場には電気自動車を充電できる最新の設備がついています。間取りは 4LDK、 4000万円から5000万円台で販売開始されましたが即日成約となりました。好評だったのがこちらがリモートワークのできる書斎となっております。完全個室になっている書斎、テレワークの普及で需要が高まりました。屋根にはソーラーパネルが設置されていて自家発電が可能。コロナ禍でおうち時間が増える今、電気代の節約につながります。新しい家が並ぶ住宅街、これまで人気だった駅地下ではない場所に家を買う人が増えているといいます。その訳は土地の金額も高くなってはきておりますので、土地の金額を下げていただいて建物の方にかけていただくお客様も多くはなってきております。リモートワークする方が増えてはおりますので、交通の環境がそこまで気にされない方が多くなっております。地価の高騰に伴って人気となっているのがこちら、高さを生かした3階建ての住宅です。一方、札幌市豊平区の地下鉄駅から徒歩10分圏内の地区、交通の利便性がいい場所で増えているのが3階建て住宅です。およそ34坪の土地でも 4LDK の間取りを確保。こちらの住宅メーカーでは3階建ての建設は初めてで、新たに耐震装置を開発したり落雪を防ぐ柵を設置して3階建てならではの課題に対応しています。共働きをターゲットとして、小さいお土地でも快適に暮らしていただけるようにどんどんと3階建てを増やしていけたらと思っております。それぞれの暮らしに対応した理想の住まい。長引くコロナ禍と地価の高騰で札幌の住宅事情は大きく変わってきています。